皆さんこんにちは、チョコアナンです。今日はですね、寒くてもう凍え死にそうなんですけど、ここにね、あのストーブがちょっと映ってるんだけど、これしかないのよ、ここ、あの温める機能がね。なので寒くて死にそうなんですけど、今日はこれ届いたんですよ。やっとデイオブライトの追加グッズが届きましたので、こちらを開封していきたいと思います。ちょっと前にファンタのやつを開封したんですけど、コメント欄で今レイオブのやつ再販してますよみたいなのを見てすぐ行ったので、それまだ再入荷登録、再入荷通知のメールを設定してる人てか設定してたんだけど、設定してた人にまだメールが来てない時間だったね。その私が購入したタイミングが購入完了ぐらいのタイミングでやっとメールが来たぐらいだったので、もうそのコメントがなかったら私はこれ買えてなかったと思いますと、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。で、今回はこちらのフォトカードを20枚とこのアクスタをね3枚買いました。やっぱね、メンバーが多いのでちょっとこれで推しが出るかわからないんですけれども、開けていきたいと思います。こっちから開けていこうかな。3枚しかないからアクスタから開けていこうかなと思います。3枚だからな。まことくんが欲しいです。緊張する。記念すべき第1個目です。せーの、ドン。お、あ、イワショですね。イワヤの方のショウゴくんです。はい、イワショはめっちゃ引く気がする。前回のさ、レイオブのなんかフォトプロップスもイワショ引いたんですよね。ただイワショとまことくん2体引いてるので、これは幸先がいい知らせな気がする。で、2体目いきます。こい、せーの、ドン。来てる。待って、まことくんなんだけど。え、まことくんアクスタでかいんだけど。わかる？このさ、椅子のここまで、ここまでさ、アクスタになってるからさ、めっちゃでかいわ。もうエンディングで OK ぐらいなんだけど、嬉しい。じゃじゃーん、こんな感じ。組み立てる？あ、じゃあもう一個開けてからにしよう。もう一個誠くん説あるかな？この間、岩翔が来て、誠くんだった気がするから。え、どうしよう。岩翔なんか幸運の神様くらいの勢いなんだけど、3体目なので。まあ、誠くんもう出てるから、まあ、欲を言えばもう1体欲しいですね。せーの、てれん。ケンタくんじゃん。ケンタくん。これは、アカネにあげれるし、前の元推しなので、全然一緒に飾ろうかな、みたいな感じ。ケンタくんも漏れてるな。マジでさ、ケンタくんさ、ビジュアル担当ですって言っても過言ではないというか、ビジュアル担当くらいのさ、イケメンなのにさ、それを前面に押し出してないのがさ、こっちとしては歯がゆいよね。ちょっとアクスタくんのアクスタこれ組み立てていい？え、めっちゃ嬉しいんだけど。アクスタは本当にめっちゃ欲しかったから、なんかあの、ラクマ開くたびにね、誠くんのアクスタ売ってますよみたいな感じでおすすめされるわけ。怖いんだよ、これ開けるとき。買っちゃおうかな、みたいな感じで迷ってたんですけども、ちびきできたからいいや、とりあえず。ただもう一体欲しいな、これ。可愛いんだよ、なんかサスペンダーついてて。あれやってほしいな、まことくんに。なんか花壇みたいな。王子様役というかさ、なんか、なんていうの？お金持ちのお坊ちゃん役で、なんか、庶民との恋愛なんて、みたいな役やってほしい。ロミオとジュリエットって、ロミオの方が、あれなんだっけ？ん？ジュリエットの方が貴族なんだっけ？こんな感じだった気がするけど、違うっけ？忘れちゃった。ちょっとロミジュリ始まる前にちゃんと原作読もうか、ちょっと誠くんバージョンのロミジュリを楽しみにしようか、めっちゃ迷ってる。大きすぎて取れない、怖い。あ、怖い怖い怖い。ダデン。こんなでかいのやばくない？これアクスタケース入んないわ、このでかさ。まあ、キムタク先輩には勝てないけれども、でかさは。やっぱなんか財閥のお坊ちゃまみたいな感じが出ててすごく可愛い。じゃじゃーん。こんな感じでーす。かわいいでーす。はい、ここになんか名前があって、あのランペじゃない、ファンタはね、もう一個なんかここに棒みたいなのあったんですけど、ランペはこちらのスタイルでやらせていただいております。よし、一旦ここに置いときながらカード開封していきたいと思います。いいやん、めっちゃ調子いいわ。まあ、カードもさすがに20枚ありますので、で、今回なんかシークレットもファンタと同じく入ってるので、まあ、あーよくばシークレット欲しいですけども、前回もほんと1枚もシークレット出てないので、まあ、孤独が出れば何でもいいです。はい、この間も10何枚買って、多分20枚くらい買って、ごとくんが1枚だったかな。まあ、開けていきたいと思います。20枚あるので、本当にあの、3作いきますね。せーの、ドン。お、高秀くんですね。はい、高秀くんです。高秀くん、このドレッドに戻してたんだ、一時期。今は戻してんのかな？ちょっと待って。ランペの髪型情報がさ、もう、毎日のように更新されるからさ、把握でききれなくて、本当に申し訳ないなっていう感じなんですけど。2枚目いきます。せーの、ドン。リクさんのサインじゃん。サインっていうかシークレット。こっちもね、なんかね、ちょっと白押しじゃないけど、ちょっとこのサインのとこが書いてある感じ。なんていうの？わかる？また白押しみたいになってますね。キラキラの。ででーん。2枚目
目からシークレット来たんだか、なんかシークレット多いってコメントあった気がするな今回。よし次いきます。リクさんあれですね、ワイがあのグッズ何買うの書いて、しあの小さんぽみたいな帽子かぶっとるなって言ったリクさんですね、きっと。3枚目、せーの、お、誰だ、あ、パパ、パパでございます。はい、16人いるのでなんかあんまりに人はかぶんないと思ってるけど、どうだろう。4枚目、せーの、あ、ジンジン、まあリーダーズが揃いましたね。はい、ジンくんでございます。どちらを見ているのでしょうか、そちらの方向に何があるのでしょうか、とっても気になりますね。ちなみにランペはお友達がマジでいないので、アカネがアカネぐらいだから、ケンタくん出たらアカネにあげれるけど、それ以外は基本的になんかランペの現場があったら持ってってて配ってる配ってるっていうか、なんか BOT の時も確か持ってって、山椒さんファンの人がいたのかな、山椒さん持ってる、山椒さんを全部こうまとめてあげちゃった。5枚目、せーの、山椒さん呼んだんかな、ワイが今。山椒さんのしかもサインですね。え、やば、本当だね、サイン率高いね。だって5枚開けて2枚出てるからね。いいんじゃない、これ。誠くんのサイン出る。なんか誠くんのやつさ、これもラクマでさ、あのワイン買え買えって推奨されてるやつがあるんだけど、誠ちゃんみたいな、なんか誠ちゃん なんだっけ、あの誠くんの絵自画像みたいな、あんちゃんがなんかキャラクター可愛い丸っこいやつ、あれが書いてあるってめっちゃ可愛いんだよね。なのでちょっと欲しいんです。はい、せーの、2枚目なんですけど、え、やばくない、2枚目のリクさんのサインでございます。サインで被るとかある、だから本当にめっちゃ入ってるんだろうね、サインが。え、わかんないけど、たまたま Y のあれがそうだったのかもしれんからわからんけど、ファンタより開けやすくてありがたい。7枚目、ラッキーセブン、せーの、あ、イッチュン、イッチュンのレアてかシークレットです。いつもありがとうございますって書いてありますね。はい、可愛いです。マースがこの間ね、あのお誕生日を迎えられたということで、知り合いのマースターも喜んでました。一瞬出たってことはもう新芽のいつまこで出るっていうことでよろしいですかね。はい、せーの、え、待って、リュウくん、え、待って待って、リュウくんめっちゃしかもかっこいい、かっこいいのよ、かっこいいんだけどさ、シークレットってこんなに出るもんなんだ。え、これシークレットなん、てかシークレットだよねこれ。止まらないやん、シークレットが、シークレットが止まらないやん、困惑してるんやけど。9枚目だ、せーの、え、待って、シークレットしか入ってない。むしろもう色が恋しくなってくるレベル。てかリクさん3枚目だし、3枚目のリクさんサインが出ました。しかもリクさん3枚ってやばくない。10かな、次折り返し地点でございます。せーの、あ、ヤチタクマくんですね。誕生日おめでとう、タクマくんです。ランペの年少組もようやく皆さん24歳になったということで、まあちょっと年齢非公表ですけど、ためなんですけど、はい、皆さんあのためになりましたということで、はい、おめでとうタクマ。はい、タクマとの思い出っていうのは特にないんですけど、そうですね、デビュー当時中目黒をね、あのランページも散策してた時代があったので、今はさ、やっぱドアトゥードアなんかな、あんまり歩いてることってないかもしれないんだけど、デビュー当時はさ、みんななんか普通に歩いてたのよ、そこら辺。なんか中目に行ったらランペ誰かはいるみたいな、16人もいるからっていう時に、なんかタクマがやっぱ歩いてたんだけど、本当にドレッドなんだみたいな、てかドレッドすぎてわかるみたいな、頭のボリュームがわかりやすいんだよってので見かけたりはしてましたね。懐かしいですね。最近中目行ってないので、もうその時はもう中目に住んでんのかっていうぐらい中目行ってたのよ。なんかあのアメコが当時できたばっかりだったりしたし、あとはなんかメンバーが行ったみたいな感じのご飯屋さん行ったりとかっていう感じで、あかねととりあえず中目行くかね、なんかうちらの合言葉だったので、懐かしいですね、あの時代が。最近全然行ってないわ。好きだったご飯屋さんとかも何個か潰れちゃってて、もうなくなっちゃってたりするんだよね、悲しい。というわけで次いきます。11枚目、せーの、あ、ホークさん来たホークさんすごい顔がいい、すごくいい、ビビるほどいい奥さんでございます。やっぱさ、みんなさ、こうなんか月日が流れてくことにさ、どん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 痩せてくじゃん。オタクのこっちはどん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 太ってくじゃん。もう本当に顔見せできないよね、はずい。もう、痩せたいと思います。12枚目、せーの、お、やちやち揃いました、ありがとうございます。たくまくん2種がこんな感じですね。なんかどっちかに多分サインがついてるのかなって感じ。多分アップの方かな、こっちかな。あ、で後ろはねこんな感じで、やっぱランペなのでランページって感じの、はい、背景になっております。ありがとうございます。というわけで今現在 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9名出られてるので、あと7人もいるんですね。なるほど、12枚目ですか。次まことくんが出てないんですけども、それが気がかりでならないですね。せーの、
あ、ルーイですね。ルイルイ、ルイルイ、ルイルイです。ルイルイ。はい。ルイくんも、なんか、自粛期間中、がっつり痩せた時があったんだよね。で、なんかブログになんかダイエット方法みたいなの書いてくれてて、参考にして頑張ろうって思った思い出があります。リトルがルイルイ見ると、いつもリューチェルの友達じゃんって言いますね。間違ってはないです。はい。せーの。カイチュウでございます。なんだこれめっちゃ漏れてんな。めちゃめちゃかっこいいわ。体をさ、こう、整えてるというかさ、ボディメイクしてるだけあってさ、スーツとかがめちゃめちゃ似合う。薄い人より、ちょっと、しっかり厚い人の方が好きなんで、ね、あと6枚となりました。でもまあ、いい感じにメンバーばらけてるからさ、誠くん来る気もしなくはなくもなくはないみたいな。残り6枚。せーの。あ、ルイルイ。2枚目だ。先ほどブリーって感じですね。ルイルイのダブリです。そろそろ誠くんが出てほしいですね。かわいい。もう、ポテポテしてて可愛いな、これ。このビジュ。欲しいな、絶対欲しいな。お願い。お願い。残り5枚です。いきまーす。せーの。じゃないですか。しかも先ほどぶりの北さんじゃないですか。北さん2枚目でーす。ちょっとお腹痛くなってきた。あと4枚しかないんだか。え、足りなかったか20枚じゃ。え、20枚で誠くん出ないんだ。へー。いや、わかんない。この4枚がどれかに誠くんがいることを願って。この間ゆせも確か結構終盤で出た気もしなくはない。残り4枚です。せーの。ありがとうございます。あ、ちょっと危ない。肘で誠くんをズンやるとこだった。北さん3枚目です。やったね。北さんって思い出したけど、カズマくんも出てないな。あと誰出てないんだ。カズマこと健太くんも出てないわ。岩所と、え、あと誰だ。あ、諸兵だ。諸兵出てないわ。あと3枚しかないね。もう買いたそっと。せーの。あ、ジンくんだ。ジンくん、しかも揃った。揃うメンバー結構珍しいわ。ジンくんとたくまくんしか揃ってないので、じゃじゃん、こんな感じ。ジンジン、さっきはあちらの方を向いてましたけど、今回はこちらを見てくださってるのでありがとうございますという感じですね。あと2枚いきます。せーの。はい。お、初めてじゃないこれで。あ、初めてだ。たかひでくんのシークレット、いつも温かい応援ありがとうございますということで、こちらこそ、とてもこちらこそですね。はい。シークレット何枚目よこれ。1、2、3、4、5、6、7枚目。次最後です。ちょっとさ、これさ、触ってみてもいい？なんかさ、シークレットだったらさ、ちょっとここがさ、ボコボコしてるからさ、ちょっと触り心地でわかるんよな。だからこうやって、よし、これでみんなにも見えてないし、ワイにも見えてない。ちょっと待って、これシークレットだわ。なんかボコボコしてる。え、お願い、お願い、誠くんのシークレット欲しい。お願い、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 お願い。プレゼン出なかったら、お今楽まで買うか、もう買い足すかっていう、もう2択になってるので、本当にお願いします。いきます。せーの。はい。え、リクさん。4枚目のリクさんが来ました。動揺、すごい動揺する。リクさん4枚。ノーマルが3枚被るとかあったら分かるんですけど、サインが4枚被ると。ちょっとファンタの時は考慮して混ぜて発送してくれた感はあったんですけど、ちょっとランペ、もうちょっと混ぜて発送してほしいなって感じですね。ちーさんぽりくさんのサインがすごい4枚揃いました。あと1枚でフルハウスだったんですけれども、叶わずということで、買い足します。でもなんか買い足すたびに動画にするのもなんかあれかな、なんかちょっとまたこいつやってるよってなってる。わかんない。買い足す量によってはサブちゃんとかであげるかもしれないので、サブちゃんの方もチェックしていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、動画アクスタだけ出ました。嬉しい。見て、もう何度でも見て、何度でも見てほしい。誠くんこれ可愛いです。もう足も可愛いし、なんかここの足のここの、わかる、ここわかる、この足のこの付け根からというか、見ていいのかちょっとギリギリのところなんですけど、もうすごく可愛いので、これはもう部屋に飾って生きるモチベーションを上げていきたいと思います。というわけで、今回は20枚開封して、まさかのシークレットが8枚だったので、本当に今回めっちゃシークレット入ってるわ。で、買い足した動画もお楽しみに。というわけで、 LDH 系の動画もたくさん出していけたらなと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。